東京生まれです。上野で生まれてる方ですね。で、ジフテリアにかかって声が出なかったんです。それと9人兄弟で子供が多かったんで、親戚の鍼灸師のおじさんの家に預けられたんです。非常に良い環境で育てられたんです。勉強しているお弟子さんたちいらっしゃいますし、みんな遊んでくれたりとか、そこでどうしてた音楽を覚えたり映画を覚えたりとかするんですよね。でクラシック音楽を聴きに行ったりとか。で7歳の時になぜか実家にまた戻されるんです。でその時にそうそう自殺を考えるっていう、そう豊かに育ってたのにまた突然なんかこう、もうご飯もないような、兄弟が多いからいただきますって やってる間にもうみんな食べ終わってるみたいな状況 で声も出ないしね、辛い時期があったみたいなんですけど、で障害っていうのはね、何かが落ちると何かが上がるようになったんですよ、人間って。だから例えば目が見えないと聴覚が発達するとかね。だから目が見えない人でも本当にパッと階段上がってきたら誰々さんって分かるんですよ。その気配みたいなのを、ね、感じるんでしょうね。先生の場合はやっぱり声が出ない分、その気というか念というか思いというか、そういうようなものが強くなります。有名な話ですけど、法事で一番後ろに並んでいてね、皆さんがこう前にいて、退屈なんてこうやって揺れろ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 って言ったら、全員がこうやって揺れてたっていう話とかね。あと映画に行って、前の人は帽子かぶってね、昔の人って帽子かぶったんですよ。で帽子かぶってて、ね、子供だから映画見えないじゃないですか。で、撮れ、帽子取るんだって念じてたら、撮ったりとか。思いの力が結構強かったんですね。で小学校の時に催眠術とか忍者とかが好きで、忍者の真似事をしたりとか、図書館に行って催眠術の本を読んで、で友達が痛い痛いって言っても催眠術を取ったりとかして、自分も不思議だったみたいです。で関東大震災、1923年ですね、12歳の時に関東大震災なんです。でその時にお腹が痛いっていうおばあさんがいて、でその方に初めて手を当てて、よくなった。で、地震が起きた時に怖いっていうのはそういう、衛生的なもので、みんなこう伝染病みたいになっちゃってね、危なくなるんですけど、その時に、野口先生に手を当てて、よくなったってことでみんな来るんですよ。その時にですね、野口晴親ってのだから関東大震災から生まれたって言われてるんですけど、その時に先生が見つけたっていうのはね、ここの金点っていう場所なんです。禁じ手の点って書くんですけど、これは、こう肋骨があってこうありますよね。この肋骨の健常突起っていうのは、この裏側に高血っていって、そのガラスの破片のようなものが出ると4日後になくなる。皆さん覚えておいていいですか。さあ、筋点が出たら4日後になる。そうすると神経整理ができる。いらないものは、見られちゃいけないわ、捨てて、必要なものを出してくる。そういう、この場所に出るんですね。そこを触って、あ、この人は生きる、この人は死ぬとか、もう最初にね、言ってて。随分子供だから残酷なことしてしまったとか言ってましたけど、その要はすぐ分かるんですね、触って。でもそういうことがあってどんどん人が集まってくるんですけど、親が嫌がってやめさせるんです。高島屋とかね、小学校も途中でやめて別地に行くんですよね。で小学校卒業してないんですよ。でもすごい勉強だったんで、学校の先生が卒業証書を出してくれたっていう話があります。そっからですね、空白の時間っていうのがあって、何をやっていたか分かんない時間があるんです、うん。一説によれば松本千秋っていう霊術家っていう人のところで弟子入りしたりとか、北海道の桑田金次っていう人のところに行って、学んだっていう話もあるんですけど、昔はですね、霊術、幽霊の霊、霊魂の霊ですね、霊術っていうものは、今のヨガとか気候太極拳みたいなもんで、その日本中に霊術家っていう人がたくさんいて、でその霊術家が、例えば、手当て療法やったりとか、
催眠術やったり心理学やったり、手技療法やったりとかやってた時代があったんです。で、ノム先生もその若手として入って、まあ、すごくその治療家として、まあ、一人を争うぐらいの、まあ、名人だったんですね。で、16歳で自分の道場を建てるんです。まあ、そこから整体っていう考え方をしていくんです。じゃあその生態っていう考え方は何かっていうと、まあ、体の自然に沿って生きていく、体の中の力を発揮するっていうことなんですね。一人一人の体が変われば日本が変わる。日本人大学。